小形湊は日本の野菜ソムリエ。2017年3月に野菜ソムリエの資格を当時8歳で取得。2018年7月には野菜ソムリエプロの資格を当時10歳で取得し、いずれも最年少記録となっている。野菜、果物だけでなく12歳で日本魚検定1級に合格するなど魚にも見識がある。茨城県の PR 大使。 茨城大使をはじめ、複数の PR 大使を移植されている。2019年7月20日に放送された、超逆境クイズバトル。99人の壁では、当時最年少グランドスラム達成者。2020年1月25日に放送された、超逆境クイズバトル。99人の壁では、史上初2度目のグランドスラム達成者。ファイナルステージ3回進出中。 2回グランドスラム、唯一負けた大会も、最終一問までは、ストレート勝ちで、圧倒的な強さを誇った。特に、サードステージ、フォースステージ、ファイナルステージの早押し問題では、確定ポイントで確実に答えることで注目されている。サンドウィッチマンアシダアイナの博士ちゃんでは、野菜と果物の知識だけではない白色さと語彙の、豊富さを感じさせ、 完璧な食リ法を行い、数々の有名俳優、女優とのロケを一人で回す、見事な MC っぷりに、港プロと呼ばれ、今や番組を代表する博士となっている。週一、ZIP、ヒルナンデスにも多数の出演があり、港先生として人気を博している。2020年現在、私立有名中学に入学し、テレビ数多くのテレビ番組や CM に出演している。 野菜や果物のイベントやセミナー講師としても活躍している。2020年10月に園芸肥料を扱っている株式会社ハイポネックスジャパンの家庭菜園推進室スペシャルアンバサダーに就任している。2021年7月野菜が美味しくなるクイズ出版。8月国立研究開発法人農業食品産業技術総合研究機構。 農研機構の初広報アンバサダーに就任。ありがとうございます。